ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。難易度上級で、リスタートなしのクリアを目指します。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。鎧を一つ買います。みんなの意見を聞きます。これは、西路川と読むのでしょうか。道具屋で買うものはなし。
管制部。セーブしたところから再開。です。飛型は出撃が7部隊になります。伏兵は12部隊出せます。こちらは北岸、敵は南岸に布陣で細い橋が3つあります。味方は3つの橋に布陣させます。敵
は全軍が北上。毛角が橋を渡るとこちらの伏兵が南岸に出ます。毛角は南東の村へ逃げるつもり。伏兵が出ても敵は北上してます。西は虎使いの混乱が厄介なので早めに倒したい。レベルが低い観察で倒したい。観察がレベル14にあと1でクラスアップ。武闘家は一気に長い橋を渡れる。諸葛亮は敵のいない西の橋を渡らせ、南岸の味方に合流させたい。中央の橋は、砲塔が壁になり、長砲で後ろから攻撃。官兵は東の橋を渡り、南岸の東の味方に合流。趙雲も削り役で攻撃。虎使いの混乱が良家にヒット。観光も良い感じで育ってます。中央の橋の毛角軍は南に後退。
両家の混乱を諸葛亮で直す。義援が2回攻撃で虎使いを倒しました。あとは近くの敵を順番に倒していきます。猛角が南東の村に近づいてます。趙雲が猛牛と隣接すると一騎打ち。そこの大将、定山の趙雲が相手になろう。バカめ、この俺様にかなうとでも言うのか。そんな腕ではこの趙雲は倒せぬぞ。逃げおったか。軍師は相変わらず回復で経験値稼ぎ。東の部隊で猛角が村に移動できないように邪魔します。
超運もゆっくりですが、レベル上がってます。若い者には負けられない。超運が戦利品を入手へ移動。探索は攻撃力が低いんですよね。青龍炎月刀がもう一本欲しい。Yes.
馬長も優先してレベル上げたい。義援はなぜか2回連続攻撃を受けやすい。超運で戦利品を入手。時々観光の攻撃が効かない時がある。なんでだろう。超運は2つ目の戦利品を入手へ向かう。しかし光明殿の敵のレベルはどうして低すぎるんでしょうか。英傑殿は敵のレベルが高くて、
すごくダメージを受けてたが、この世界は平和。本当に危なかったのは砲塔だけです。リメイクで敵を強くして出してくれないかな。孔明の人生を歩めるので展開は好きなんです。探索で敵を倒せると嬉しい。猛角が突然西へ大移動。情報がレベル15に、これでクラスアップできます。
に西へ逃げる猛角。長雲で2個目の戦利品を入手。探索に花を持たせたいがうまくいかない。敵は気づいたら残り2部隊。猛角は西へ大きく迂回し、南東の村を目指してます。長雲は戦利品の入手が終わったので、南東の村へ向かいます。暇な部隊は南東の村へ移動させます。
このジャコ敵は観光で倒して経験値稼ぎしたい。また観光で倒せなかった。敵を倒すより回復の方がレベル上がるのは違和感あります。寛平と宝刀は南東の村で、対策と瀬量で経験値稼ぎを始めます。やっと観光で倒せました。宝刀よりは、寛平を優先してレベル上げたい。諸葛亮もレベル上げのお手伝いへ。
敵が猛角だけになりました。少し耐久を削ります。コート領下は猛角を攻撃。観光と領下で猛角を挟み移動できなくさせました。しばらく対策と施量の経験値稼ぎだけが続きます。寒帝と宝刀が渦潮を覚えました。
寛平がレベル23になり大火流を覚えました。
寛平がレベル24にもう少しで超運に追いつきます。冒頭もレベル24を目指す。冒頭もレベル24に。29ターン目なので、このターンで猛角を倒します。観光がレベル15に。これでクラスアップできます。猛角の4度目の捕獲に成功。生存者に経験値50のボーナス。観察もレベル15になりクラスアップできます。これでスタメン全員がレベル15以上になれました。猛獣は現実を受け止め始めました。だだっこな猛角。
出し王が今度は出てくるんですね。三国志の南蛮で唯一知略が70ある武将ですね。南蛮王と出し王は同格の王なんでしょうか。出し王の作戦はうまくいくのでしょうか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。